いつも歌っている方もございます。私の清水翔太さんの方も30万回 YouTube で再生されてます。よかったら皆さん YouTube でも聴いてください。では本も歌います。ぜひぜひ立ち止まって聴いていてください。10日後大阪の日向番号所でワンマンライブあります。誰にでも一つはあるはずだよ。僕は同じ日に生きた仲間たちや隣にいてくれた恋人や、それを失ってでも叶えた夢、それも失ってでもまた思い出させてくれた新しい僕のホームがここにある。でもまた思い出す、しまっておくべきなのさ、今でも思い出すよ、それでいいんだ、心配ないよ、まだ歌えるよ、いつか帰りよ、僕だけの。なかなか寝つけず同じ夢繰り返し見てる僕、あの頃自分を受け入れてくれた場所、すべてそれが最初、払う代償の代償に関わる愛情にはもっと敏感でいたいな、リタイアって思わせたくないから、リタイアなんてさせたくないから、そうやって見つけた生きてくすべ、偏見にまみれた常識崩れ、突きつけば取れそうなほどもろくて、でもなぜか笑顔が絶えなくて、そんな風に思えたのきっと初めてね。でも惨めけど綺麗で、何もない空が輝いて、また抱いて、その時僕らまた泣いて、まさか帰れないよ、あの場所はどんな素敵な思い出も心に縛っておくべきなのさ、今でも思い出すよ、それでいいんだ、心配ないよ、まだ歌えるよ、いつか帰りよ、僕だけの。これまでを振り返れば浮かぶ笑顔や涙、こんなに震えるほど映し出す、それが僕自身の未来へ繋がると信じてる僕だけど、信じてしまっておくべきなのさ、今でも思い
さらにバックコーラスをつけてめちゃめちゃ豪華なワンマンライブをやります。よかったら来てください。それから見てくださってる方もぜひぜひ遊びに来てください。